はい、こんにちは、高犬です。今日で筋トレ塾も、5日目ですね。そろそろ、みんなも、筋肉痛になってるはずです。僕も全身筋肉痛で、今日腹筋するのはちょっと辛いですけども、頑張っていきたいと思います。で、いつも通り、トレーニング開始のボタンを押して始めていきます。今日は、ウエストをくびれさせるための腹筋のやり方をやっていきます。膝の横に iPhone をつけるように、いつも通り休憩はスキップします。次のセットで最後で、次のセット最高の回数を目指していきます。ちょっと寄ってきて、この画面を映すように。映る、あ、もうちょっと、やめてしまった。一回止めます。はい、こんにちは、高犬です。今日で筋トレ塾も5日目になります。これテイク2でちょっと疲れてますけど、間違ってこうトレーニングの停止ボタンとかは皆さんも押さないようにしてください。で、今日は、腹筋のトレーニングで、ウエストをくびれさせるトレーニングというのをやっていきます。いつも通りこのトレーニング開始ボタンを押しましょう。この膝の横に iPhone をつけるように、休憩時間はスキップしていきます。
つい。次のセットで最後なんで、こう次のセットで最高新記録目指していくんですけど、画面がバリンバリンとなっていくんで、それ楽しんで見てください。あー、もう何やってる、何なんこれ。止める。はい、テイク3いきます。皆さんもあのスキップのボタンとトレーニング一時停止のボタンを間違わないようにやってください。何回もやる羽目になりますんで。はい、じゃあいきます。これで最後やな。間違わないようにこの一時停止の方をここをスキップしますね。はあ、よし。割れてきました。画面が終わりました。バリンと言ったの聞こえたでしょうか。じゃあこれで停止します。新記録達成。はい、テイク3でやっとボタンを間違えずに終えることができました。なんかガラスがバリンバリンってなっていくのが、面白いんで、新記録を目指そうというこうゲーム感覚で楽しめるんで、ぜひ、ガラスを見事破って、新記録を達成してみてください。質問がある方はまた動画のコメント欄にお願いします。以上です。